こんにちは、エミリです。今回の動画はクラフトバンドを使ったピアスの作り方です。25センチにカットしたクラフトバンド1本をさらに縦半分にカットしてください。そしたら真ん中に折り目をつけます。で、真ん中を合わせて十字にします。では編み始めましょう。今回の編み方はスクエアノットの丸編みです。この上にあるクラフトバンドを輪にして左斜め下に持っていきます。で、この左にあるクラフトバンドを右斜め下に持っていきます。で、下にあるこのクラフトバンドを右斜め上に持っていきます。最後にこの最初から右にあったクラフトバンドを輪に通します。で、全部のクラフトバンドを引っ張って形を整えます。はい、これで1段目が編めました。真ん中は空いていても大丈夫です。この1段目の編み方で3段目まで編んでいきます。では2段目を編んでいきます。上のクラフトバンドを輪にして左斜め下に、左のクラフトバンドを右斜め下に、下のクラフトバンドを右斜め上に、最後にこの最初から右にあったクラフトバンドを輪に通す。で、真ん中がこうやって開くように緩めに引っ張って形を整えてください。こんな感じですね。はい、これで2段目が編めました。3段目を編んでいきます。はい、これで3段目まで編めました。で、これで編むのは終わりです。真ん中はこうやってがっつり開けておいてください。そしたらクラフトバンドがこうやって重なっているところにボンドをつけていきます。はい、そしたら乾かしていきます。はい、ボンドが乾きました。そしたらここね、1本だけ残して他の3本のクラフトバンドはカットしていってください。他の部分を切らないように注意しながらギリギリのところをカットしてください。で、1本だけ残したこのクラフトバンドに紐止めを1個挟んでいきます。ここね、5ミリ残してカットしてください。で、紐止めの中にこうやってボンドを塗ります。はい、で、紐止めをこうやって隙間がないようにしっかりと挟みます。こうやってしっかりギューッと挟んでいってください。こうやってね、横から見てこうやってギュッと挟んでいきます。はい、そしたら先ほどカットした部分にボンドを少量つけます。はい、では乾かしていきます。はい、ボンドが乾きました。でね、この縦の隙間ありますよね。これこの真ん中のね、この真ん中の隙間が縦向きになるようにしてこのクラフトバンドに紐止めを挟んでパーツにしてください。これね、ちょっと言いそびれてしまってごめんなさい。はい、そしたらですね、このシルバーのこのパーツですね、あとこのシュガーパール1個、これをね、この真ん中のね、隙間につけていきます。で、真ん中の隙間にこのボンドをね、少し多めにこうやってつけてください。で、シュガーパールを隙間に押し込んで取れないようにします。で、この引き物リングスパークルマーキス1個、これを隙間の中にボンド多すぎないようにつけていきます。
こんな感じですね。でこのさっきのねこのシルバーパーツをこうやってつけていきます。これねちょっと押し付けてギュッギュッギュッしながら、つけていってください。でこのクラフトバンドモチーフとこのパーツの間にある隙間をね少量のボンドで埋めていきます。こうちょっとずつねちょちょちょいっと埋めていってください。はい、そしたら乾かしていきます。はい、そしたらねボンド乾かしてる間にこちらのメタルフープとねこのキューピンですね、こちらね 45mm のキューピンです。であと大きいパールビーズ1個、こちらはねパーツを作っていきたいと思います。まずキューピンの元の輪をこうやって開いていきます。でそしたらねキューピンを平やっとこでこうやって鳴らしてなるべくまっすぐにします。で、2センチのところでこうやってキューピンを曲げます。で、丸やっとこのこの太い部分でキューピンを丸めていきます。キューピンの丸め方の動画もあるのでそちらもご覧になってくださったら嬉しいです。で、綺麗な丸になるように意識してください。こうですね。はい、そしたらこの大きいパールビーズをキューピンに通します。でもう片方も丸やったこの太い部分で丸めていきます。こうですね。でそしたらねこれ輪はね大きく丸めてください。なるべく大きくです。そしたらこのメタルパーツをこうやってつなげていきます。で、ね、これ輪はね隙間がないようにしっかり閉じてください。このねメタルパーツが薄いのでこのね輪にね隙間があるとね取れてしまう可能性があるので注意してください。でね反対側もこうやって輪を開いてメタルパーツとつなげていきます。はい、でしっかりと閉じます。はい、そしたらこうやってパーツができました。はい、そしたらねこちらボンドが乾きましたのでこのねさっき作ったパーツこれをこの2つをねこうやってつなげていきます。パーツが取れないようにキューピンはしっかりと閉じましょう。はい、こんな感じですね。そしたらこのピアス金具を、つなげていきます。こちらの C 管でですね、つなげていきます。これも金具が取れないようにシリカンを隙間なく閉じてください。はい、閉じたら完成です。こんな感じのとてもね個性的な、ピアスになりました。形とかも面白いと思います。ね、このこれねこの目っぽいのがねポイントですね。なんかね あなたを見つめていますみたいな感じです。はい、我ながらとても個性的なピアスとなりました。存在感抜群ですね。裏はこんな感じです。
はい、で2個作るとこんな感じです。2個揃うとまた迫力がありますね。はい、これもね、いろんなクラフトバンドの色で作ってくださると嬉しいです。はい、この動画がいいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またコメントなどありましたら書いてくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。